DID 大道工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大道工業がお送りします。皆さんこんにちは。甲子園を一番沸かせたプレーを私と視聴者の皆さんで選ぶ阪神タイガース DID アワード、 DID ブランドアンバサダーの掛布雅之です。ピッチャーの活躍っていうのは、まあ、素晴らしい1年だったと思います。これはもう文句のつけようがない。先発ローテ入ったピッチャー、中継ぎ、抑え、このバランスは素晴らしかったんじゃないですかね。いかにその得点力不足だったかということと、やっぱりこれ見方はいろいろありまして、打てなかったから負けたという見方と守り負けたという見方があると思うんですよ。だから来年以降の阪神が優勝するために、勝つためにやらなければいけない野球を考えた時に、ある程度得点を取ってその勝つ野球も大切なんだけども、守り負けない野球をやらなきゃダメだってことですよね。秋の秋季キャンプをちょっと見てきましたけども、すごいやっぱ守備の時間に時間をかけて練習してますし、すごく当たり前のゴロを丁寧に取ってるんだよね。ボールを取るポイントをちょっと前にしてるわけ。これなぜかというと、まあ、土のグラウンドで戦う甲子園ってちょっとイレギュラーマウンドもあるわけですよ、まあ、人工芝でもあります。だその時にポイントが近いとイレギュラーしたら反応できないんだよね。もうちょっとポイントを前にしていればイレギュラーした時に反応できるわけ。だからポイントを前にして取るっていうのはすごく大切なことだと思うの。バッティングもちょっとポイントを前にして打ってる。これなぜかというと、ストレートに阪神打線の弱さっていうのがあったと思うんですよ。そのストレートをちゃんと打つためのポイント、ちょっとポイントを前にして速いボールをさばくという、守るポイントも打つポイントもちょっと前に対応してるっていうことは、ちょっとこれ阪神の打線もね、守りもちょっと来年変わるかもしれないですね。そうなってくると守り勝って打ち勝つ野球ができるかもしれない。では早速阪神タイガース DID アワード年間大賞のノミネートを発表します。まず一つ目はこちら、4月15日佐藤選手の逆転ホームラン。この佐藤選手の菅野君から打った逆転ホームランなんですけども、菅野君がツーストライク追い込んでインコースのまっすぐでこう勝負にいってるんですね。それを佐藤選手が2球ファールするんですよ。これで僕3球続けてインコース行くのかなと。だ巨人バッテリーはスライダーをインローのボール球を投げさせたかったんだけども、それが真ん中低めに甘いとこに入ってんだよね。この佐藤選手って低めの変化球を拾うのがめちゃくちゃうまいので、佐藤選手からすると完璧に捉えたそのツーランホームラン、ややちょっと泳ぎながら素晴らしい打ち方してますね。やっぱ物足りなさっていうものをどうしても感じてしまうんですね。やっぱ2年続けて、まあ、7月8月ぐらいからちょっと打撃の状態がちょっと下降線気味。これはもう1年目と2年目一緒ですし、まあ、皆さんは三振が減ったとかちょっと率が上がったとかいう見方してるかもしれませんけども、まあ、僕は30本ぐらい今年打つかなと思って見てましたので、まあ、そういう意味ではその3年目の来年のシーズンっていうのは彼自身が本当勝負の年にしなきゃいけないと思いますので、まず1年間戦える土台の体力をこのオフの間にみっちりつけて来年の2月のキャンプに参加してほしいなと。もう佐藤にとってはもう3年目の来年っていうのは本当勝負の年にしなければいけないと思いますね。続いて2つ目のノミネートは、
5月24日大山選手のファインプレーと決勝タイムリーです。まあ、今年の大山は7番スタートからのシーズンですから、非常に悔しい思いをしてシーズン戦ってたと思うんですね。ポジションもサード、ファースト、今レフトですか。このレフトの不慣れなポジションでフェンスを怖がらずに、こう西投手がいいリズムで投げている、このリズムを変えてはいけないという体を張ったファインプレー、こういうプレーがピッチャーを助けるんですね。これ決勝タイムリーですけども、田中投手のちょっと抜けたスライダーなんですよ。まあ、非常に甘いところから入ってくるんですが、交流戦に入ってからの大山選手っていうのは、相手のピッチャーの失投に対する打ち損じというものがちょっと少なくなってきてるのかなと。ちょっと頭の前後の動きが抑えられる、すごく軸を大切にしたバッティングというものができてきているのかなと。これも後半期待できます。3つ目のノミネートはこちら、6月3日大山選手の1試合3ホーマーです。まあ、この日本ハム戦の3本のホームラン、この1打席目やや真ん中の高めストレート、これはもうバッターと一番気持ちのいいホームランだと思います。頭が前に突っ込まずに本当に綺麗な軸回転をして打ってますね。今踏み込んで頭が止まってますよね。これをバッターとして最高の気持ちのいいホームランが1本目ですね。これ2本目、これもストレートなんですけど、これはねややインコース寄りのボールなんだけども、それを引っ張らずに右の肘がおへその前に通過するような形で内側からバットを出してセンターへ持っていってるの。これは大山の右腕の使い方が非常にうまいホームランですね。これは3本目ですね。これはインコース寄りの低めのボール、これも内側からボールの内側にバットを入れて、あの大きいフォロースルーでボールを飛ばす、ファールになるような打球ではない素晴らしいホームラン。まあ、大山に関してはですね、よくやったと思います。まあ、あれだけサード、ファースト、レフト、まあ、ライトも守ったわけですから、あれだけポジションをいろいろ守らせながら、まあ、この数字は立派だと思うんですけども、ただ1年通してですね、ちょっと波がありすぎるんだよね。もうちょっと波を小さくして1年乗り切れる、そういう野球をやるために何が足らないのかということを大山は考える、1年間の野球だったんじゃないかなと。一つのポイントとして、仕掛けの早いバッターですから、早仕掛けってのは決して間違いじゃないんだけども、打っていいボールなのか打ってはいけないボールなのか、このあたりの見極めをちゃんとして早い仕掛けるんであれば、それは丸です。ただどんなボールが来ても最初から打ちに行くというのは×ですよね。だ、早い仕掛けの中でボールの見極めができる大山を来年は期待したいですし、そういうボールの見極めができる大山になれば、1年間4番を任せられる、そういう野球ができると思いますので、本当の意味の4番としてチームリーダーとして野球の数字で1年間チームを引っ張っていく野球を大山には求められると思います。4つ目のノミネートはこちら、7月6日近本選手の30試合連続ヒットです。30試合連続安打っていうのは、まあ、体調を維持することも素晴らしいんだけど、今年の近本選手のバッティングっていうのは、このバッティング床田君からのセンター前のヒットなんだけども、ポイントがね、すごく体に近くして打ってるんだよね。だからミスショットが少ない。左投げ左打ちなので、左腕の押し込みがすごく強いので、このポイントでもヒットにできるという。でポイントが近くなったことによってボールの見極めが良くなるので、あまりボール球を打たないという部分が
30試合連続安打につながったと私は思っております。あっぱれです。1年間トータルする近本の野球ってのはまあ立派ですね。近本に対する攻撃をする面に関しては何の不満もありません。ただ来年の近本に関して一つ注文つけるんであればですね、盗塁を取るんであっても数で勝負する盗塁と内容で勝負する盗塁って2つの盗塁があると思うんだよね。盗塁を取るためにはその中の内容で勝負をする盗塁の数を来年いかに増やしていけるか、相手が走られたら嫌だなっていう時に仕掛けられる近本の盗塁というものは来年は見たいなと。それと守りの面であれだけ足がある野手ですからスピードがありますから守備範囲広いの分かります。あと肩ですよね。そのあたりを近本の足を使ってその肩の弱さみたいなのをカバーするのか、どういう形で近本はセンター守るんであれば補っていくのかということが大きな課題になってくると思います。5つ目のノミネートはこちら、8月30日大山選手の決勝ホームランです。まあ、この大山の決勝ホームランですけども、広島の左のターリーがスリーボールからの真ん中のストレートなんですけども、この真ん中のストレートを一球で仕留める大山の集中力の凄さですよね。まさにその大山だから打てたホームラン、このスリーボールからこのまっすぐを待てる大山の強さ、普通カーブが来るんじゃないかな、歩かされるんじゃないかな、いろんなことを考える場面なんだけど、まっすぐ一本に絞って打てた大山の勇気にあっぱれです。最後のノミネートはこちら、9月14日梅野選手の逆転タイムリースリーベースです。まあ、シーズンを通してこの梅野捕手のその野球なんですが、本人はもう全く満足してないと思います。ただこういう場面で相手の森下投手のその状況判断の中からキャッチャーとしての相手の配球の読み方、そして一番ミスの少ない打ち方、そこはどこか右の方向に打つという梅野らしい右方向への打球、素晴らしいスリーベースなんですが、右腕の押し込みが素晴らしいですね。ですから高めのボールに負けてないんですね。ナイスバッティングです。坂本との併用というような形で1年間野球やったことが梅野にとって全く満足できない、こう1年の野球だと思います。多分来年は岡田監督の考え方としてある程度レギュラーキャッチャーという形で固定をして梅野を使って戦っていくと思いますね。思いますので、本当の梅野の良さっていうのは来年初めて出てくるんじゃないかな。守る力、打つ力があるわけですから、それを1年トータルでどういう野球を梅野がやるかということも来年の阪神の勝敗を大きく左右する、そういう野球をやる選手になってくると思いますので、梅野がやる野球ってのはグラウンド上の野球だけではなくてグラウンドが離れた部分でのチームをまとめる、そういう役回りをしなきゃいけないと思いますので、梅野の野球も来年すごく大切にしていってほしいなという感じはしますね。この6つの中から阪神タイガース DID アワード年間大賞を決めるのは皆さんです。投票は簡単です。トラバンツイッターでこの6つの中から1つ選んで投票ボタンを押してください。そしてハッシュタグ、日付、選手名、プレーを入れてツイートしてくださった方の中から阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業から
受賞選手の直筆サインボールを5名の方に、そして私掛布雅之のサイン色紙を5名の方にそれぞれプレゼントいたします。ツイートの締め切りは11月15日火曜日です。皆さんどしどしツイートしてください。よろしくお願いします。